まずは皆様、なんと記念すべき登録者20万人ありがとうございます。イエーイ、久しぶりこんな声出した。いや、ほんまにありがとうございます。今回今からその奇跡をね、8時間にわたって話していこうっていうのはね、今度にして、いつものお待ちかねのコーナー行ってみましょう。登録者20万人といえばこちら、競馬界のシャム、生涯獲得賞金20万ドル。はい、貝塚勃起競馬は了解。さらにこちら、誰かに殺される確率20万分の1。よーし、俺を殺せ。さらにこちら、俺の貯金額20万円。シャン。さらにはこちら、1999年にグレイが開催したライブの動員数20万人。はい、この中に俺もいた。嘘。さらにこちら、ベンツは20万円で買え、余ったらんな。最後にこちら、猫宮ひなたちゃんが昨日突破した登録者数。以上、所要時間3週間、また負け犬になったタックンのだからどうしたのコーナーでした。ご清聴ありがとうございました。昨日同時期に突破したみたいですよ。ということでね、まあ、昨日一日はおめでたい日になったということですね。本当にありがとうございます。ていうかちょっとなんか疲れましたね。まあでもな、俺も何もかもな、俺の親父のおかげでね。オピ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 、全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部のタッグです。いや、ほんまにありがとうございます。たくさんメッセージもいただきました。まあ同級生からはいつも来てませんでした。まあまた突破記念動画作ろうかなと思っております。はい、というわけで本日は20万人の素晴らしい日になぜか今ツイッターやネットで話題、死にかけ愛されクズ芸人ことクロちゃんについてね、深く掘り下げて紹介していこうかなと思います。現在絶賛炎上中なんですが、一周して面白いと話題になってますんで紹介していこうかなと思います。まず早速、知らん人のために誰なのか。クロちゃん本名黒川明人、お笑い芸人安田大サーカスのボケ担当、特徴的な声でブレイクするも急降下。しかし去年から水曜日のダウンタウンにてたびたび出演し再ブレイクを果たすと、ツイッターでは語尾にホニャララダッシン、ホニャララシンとつけることでおなじみの彼、今年の流行語に選ばれるのではともささやかれているということなんですが、まあ、とある事件がきっかけでネットではクズ芸人、泥棒芸人、マッコロちゃん、テレビでは早く死んでしまえと言われるほど炎上しております。試しにね、おはようクシャテリアワンワンとツイートしただけで、本日もおなじみ気持ち悪い顔で生存確認、ヨークシャテリアに謝れ、黙れ起きんなと S ランクの嫌われっぷりです。しまいにはベッドで横になっている自撮りを上げた際、不適切な画像とツイッターからも嫌われてしまうという状況になりました。ではなぜここまで嫌われてしまったのかと言いますと、とある番組がきっかけでした。それが明人は名医のザ太鼓判という番組に出演し、2型糖尿病と診断され、即入院レベルとまで告げられてしまいます。この時医師の中にいた女性も涙ぐみながら本当に心配していると訴えかけ、それを聞いた明人は頑張るシーンというのですが、全く効果はなし。ツイッターにてヘルシーな料理を載せるのですが、ストローの刺さった使い回しの投入、穀物なしと言いますが、どう見ても駅で弁当を買った時についている箸が映り込んでいる。極めつけはその後放送された水曜日のダウンタウンにて、あいつらうるせえから泣き真似する女もいるしと安定のクズぶりを発揮する始末に。しかし2日連続で鼻血が出るなどし、現在は入院を発表し、本格的にヤバくなったのかなどささやかれてました。その時のツイートも、入院することになりました、あんまりツイッターできないかもとですね、深刻だったのですが、その後速攻でツイート、歩数計移し頑張ったシーンとツイートすると、レッドブル飲みながら振ったんだろうがと、完全に狼少年状態になってしまったということです。現在は信頼と健康を取り戻すために1週間の入院生活を送っているということです。はい、というわけで一気に紹介しましたけども、まあ、ただこの騒動で何がすごいかと言いますと、以前は3000人しかいなかったツイッターのフォロワー数が現在は34万人まで増加。入院後のアメブロにては3日連続でアクセスランキング1位を獲得すると、なんだかんだ愛され死にかけクズ芸人なんだなと思いました。はい、というわけで今回は以上でございます。ちょっと自然体の炎上ってクソおもろいっすよね。まあ皆さんも食生活と嘘には気をつけるシーン。はい、というわけで今回はご視聴ありがとうございました。20万人突破メッセージありがとうございました。おやすみなさい。